新聞記事読んでみね。フィーチャリング前のメリー。わーい、今日の記事は、お、いきなり本題。今まで尺が長かったからちょい時短します。はい。車のナンバー358が咲いた。その理由とは？358が多い。そうなの？ナンバープレートを発行している沖縄総合事務局陸運事務所によると、沖縄県内でも1998年の希望番号予約制度開始以降の統計調査で358は最も発行数の多いナンバーだそうです。担当者は風水で縁起がいい数字だからだろうと推測しています。風水？マジ？東京や沖縄、海外などで活動する占い師のサトリーヌ藤原さんによると、生命判断の時に使う手法を使って3、5、8を分解して考えると、3が大吉、5が大吉、8は吉ですが末広がりの意味を持つため縁起がいい数字だそう。また3、5、8を足した16は大吉数で、神様から助けてもらえるとされるエンジェルナンバーと言われているんだとか。エンジェルナンバー？サトリーヌさんは358は大吉の詰まった縁起のいい数字だ、そのナンバープレートを持っている人もそうだが、ナンバーを見た人も幸せになれると解説しています。見た人もね。じゃあ358ナンバーにすれば事故なんて起こらないんですりゅ？いくら縁起がいいと言っても、ナンバープレートの番号が事故の有無に直接関係する科学的な根拠はありません。県内の保険会社によると、実際に幸運を呼び込むため358をわざわざ選んでも交通事故に見舞われる事例もあるようです。まあそうよね、絶対はないよね。てか、そしたら世の中358ナンバーで溢れちゃうね。陸運事務所によると、358など人気の番号に希望が集中しても、使用できるひらがなの数を増やしたり、上の3桁の数字にアルファベットを使用したりするなど柔軟に対応できるため、交付数に制限は設けていないそうです。ああ、アルファベットが入ったナンバー見たことありますりゅ。そんな理由があったんですね。ちなみにナンバープレートの番号を希望する場合は、抽選と自由選択の2種類があるんですよ。え、何それ？気になる。気になりますよね。でも今日はここまで。え、マジっすか？もっと詳しく知りたい方はぜひ概要欄のリンクから。何が何でもウェブに誘導したいわけね。テコ入れの匂いがする。他にもいろいろな記事があるので見てみてください。今回はここまで。みんなも新聞記事読んでみね。読んでみね。チャンネル登録もしてくれるかな。お願いします。